列島を縦断している台風7号は、今日昼ごろ県内に最も近づきました。現在台風は愛媛から遠ざかっていて、暴風や警報級の大雨の可能性はなくなりましたが、気象台は引き続き強風や高波などに注意するよう呼びかけています。台風7号は今日昼ごろ県内に最も近づいた後、午後6時現在、兵庫県豊岡市付近を時速15キロの速さで北北西に進んでいるとみられます。台風周辺の発達した雨雲の影響で、東予東部は今日局地的に雨が強まり、降り始めからの雨量は四国中央市富里で22ミリ、四国中央で21ミリなどとなっています。また風も強まり、午前10時過ぎに伊方町瀬戸で 19.8 メートル、四国中央で 17.3 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風は現在愛媛から遠ざかっているものの、台風周辺の暖かく湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になっていて、県内は明日も雲が広がりやすく、雨や雷雨となるところがある見込みです。明日予想される最大風速は、東予の海上で15メートル、陸上で12メートル、波の高さは東予で 1.5 メートルと予想されています。気象台は引き続き、強風やうねりを伴った高波、落雷や突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけています。